努力した結果、しっかり身長を伸ばすことに成功した身長くんです。おかげでおしゃれもすごく楽しくて、今じゃファッションが大好きになったよ。この前も友達と洋服を買いに行ったんだけど、その時に思わぬ再会があったんだ。僕の小学校の同級生だった A 君は身長が高くてがっちり体型、頼りがいがあるリーダー的存在で、当時女子からモテモテだったんだ。クラスで一番小さかった僕はすごく羨ましかったんだけど、 A 君とは中学から別々の学校に。その A 君にお店でばったり。でも正直最初はその人が A 君だなんて全然気づかなかったんだ。だって身長が当時とあんまり変わっていないみたいで、小さな A 君なんてあまりにも印象がなくって、向こうから声をかけてくれるまで全然気づかなかったよ。向こうもそれは同じらしく、僕のこと背が伸びてて最初はわからなかったよって言ってたけどね。僕は身長先生の言う通り、食生活や運動、睡眠を改善して努力した結果、中学高校とぐんと身長を伸ばすことに成功。だから小学生から数年経った今、お互いにイメージが真逆になったってわけ。 A 君みたいに早く思春期が来るのがこの早熟タイプ。このタイプは人よりも早く身長が伸びるけど、早く成長が止まってしまう可能性があるんだ。対して僕のように後から伸びるタイプの人が晩熟タイプ。結果として晩熟タイプの方が最終身長は高い傾向があるんだよ。もちろんあくまで傾向で、 A 君みたいに幼い時からずっと背が高く最終身長も高い人だっている。でも逆に今まだ伸び悩んでいる人は、自分が晩熟タイプなのかもちろん知りたいよね。身長先生にもその質問がたくさん来ているみたいだから、ここでしっかり晩熟タイプのチェックをしてみよう。晩熟タイプの特徴は大きく3つ。1つ目は、小学生の時には僕のように小さい人が多いってこと。2つ目は、思春期の症状が遅く現れる人。3つ目は、伸びるピークが遅い人。この早熟か晩熟かは親から遺伝するんじゃないのって思う人がいるんだけど、確かにその側面はあるんだ。でも必ずそうなるってわけでもないから、自分は早熟でもうダメだなんて思っている君も諦めないで。この動画を最後までよく見て、一緒に身長を伸ばす努力をしよう。一つ目の小学生時の低身長の判断は、この計算式で見ていこう。計算式に当てはめた遺伝の身長、例えば父171、母157の場合、男の子なら 170.5 センチになる。この数字を最終身長予測シートに照らし合わせて見てみよう。この表の170センチと年齢を重ねたところを見ると、晩熟タイプはそれよりマイナス3から6センチ程度低い場合が多いんだ。このシートは公式 LINE で無料配布しているよ。成長シート希望と送ってもらえれば無料でもらえるみたいなんだ。4000人以上の人に配布しているとか。今すぐ LINE してみよう。このように小さい頃の身長は他の子と比べて低いことが多いんだ。骨格など体の作り全ての成長が遅いから、運動能力の成長も遅い傾向があったり、全体的にこじんまりとした印象があるかもしれない。そこにコンプレックスを持つ子も少なくないと思うんだけど、大丈夫、君は大人になったら大きくなる。身長を伸ばすメソッドを実践してみんなを見返そう。2つ目の思春期の症状が出るのが遅いなんだけど、遅いか早いかの判断で分かりやすいのが陰毛の生える年齢なんだ。11歳0ヶ月未満だと超早熟、14歳0ヶ月以上だと超晩熟、その間だと平均的だと言われているよ。ちなみに声変わりは12歳0ヶ月未満だと超早熟、15歳0ヶ月以上だと超晩熟と言われているよ。体の変化に伴って悩みも増えるよね。僕も周りの友達と比べたりして落ち込むことが多かったのも事実なんだ。さっきも言ったけど、晩熟であることをプラスに捉えて身長を伸ばす生活をしていこう。この動画でももちろん紹介するし、
もっと身長を伸ばしたいと思ってるそこの君は、このチャンネルを登録して他の動画を見るんだ。必ず君の力になるよ。身長の伸びるピークが人より遅いのが晩熟タイプなんだけど、その目安は13歳より前か後かなんだ。これは多くの人が13歳くらいでぐんと身長が伸び、その後は伸び悩むことから、もし15、16歳くらいからぐんと伸びるなら、君はほぼ間違いなく晩熟と考えられるよ。逆に13歳より前にこの急成長が見られたら早熟だと考えられるんだ。ここまで晩熟の説明をしてきたけど、早熟の人も晩熟の人も努力次第でもっともっと身長を伸ばすことができるんだ。今日は超簡単に身長を伸ばす方法を紹介する。今すぐ実践するんだ。いいね。僕もまだ伸びる可能性があるから、しっかり実践しているんだ。まず自分は毎日どんな栄養をとっているのかちゃんと把握してみよう。動物性タンパク質はしっかりとれているか、亜鉛や鉄分は意識しているかとか、まずは身長を伸ばすのにいい栄養を意識することが重要だよ。それと肥満には要注意。脂肪と早熟には関係性があって、太っている子の方が早熟傾向が強くなる可能性があるらしいから気をつけてね。次は睡眠。成長ホルモンをしっかり出すのにすごく大切。でも君は何時間寝ているかな？推奨される睡眠時間はご覧の通り、意外と長いんだ。午後10時には寝ないと9時間睡眠が生活習慣の中で確保できないし、夜更かしは生活リズムが崩れてしまうから要注意だよ。朝起きる時間を毎日ちゃんと決めて逆算して寝ることも非常に重要なんだ。とりあえず9時間寝れば間違いなしかな。成長ホルモンを出すのに欠かせないもう一つが運動だよ。ただし新潮先生はダンベルなどを使った高重量の筋トレはおすすめしていないんだ。自重筋トレなら OK。 バスケやサッカーなどの全身運動を少しきついと感じる程度で週3以上、1、2時間やるのがおすすめ。部活で汗を流すのって最適だね。さあどうだったかな。早熟の君も晩熟の君もしっかり生活を見直して、最大限自分の身長を伸ばせるように頑張ろうね。僕みたいに身長は遺伝じゃない、努力だをみんなで証明しよう。またね。